作りは本格 SUV としての機能性と街で入るエモーショナルなデザインが両立しています。また安全性においても2017年米国 IIHS でトップセーフティーピッククラスを獲得したばかりです。 XV の個性ですが、その独自のスタイルとスバルの持つ確かな性能とのギャップ感が表れていると思います。それをさらに強調したのがスバル XV ファンアドベンチャーコンセプトになります。最近のファッションのトレンドの一つとしてよりプロスペックなアイテムをアクセントとして使う傾向が見られます。そこからイメージしてあえてコンパクトなボディに大型のフェンダー専用のオフロードタイヤを履かせることによってあえて下回りをくっつく表現しました。この車には3つの遊び心を加えています。1つ目はシートにタイヤ痕をモチーフとしたギザギザのデザインをしています。2つ目はインテリアの中に XV シルエットを隠しています。最後の3つ目気の向くままにどこへでも出かけられる気持ちを込めて何にテントを乗せられるようにしています。ということで突然ですがここでクイズです。今紹介があった3つの遊び心の中にデザイナーの富田が特にこだわったアイデアがあります。さて一体それは何でしょうか。1から3の中から選んでください。1、シートにタイヤをモチーフとしたデザインを入れた。2、インテリアに XV のシルエットを隠した。3、XV の屋根にテントを乗せられる。それではここでヒントをご覧ください。ここで私からヒントです。ヒントは見た目のギャップ感。皆さん頑張って答えくださいね。はい、ヒントは見た目のギャップ感ということです。それではこちらの方にお答えいただきましょう。どれだと思いますか。1番。はい、ありがとうございます。1番と答えていただきました。それでは正解こちらです。はい、答えは3番です。都市型 SUV にテントを乗せる見た目のギャップ感が何より面白いこと、そしてそれによって行動範囲が無限に広がることを考えました。ということで正解は3番の屋根にテントを乗せられるでした。惜しくも外れてしまいましたが、ご参加いただいたのはジブステッカーのプレゼントです。ご参加どうもありがとうございました。テントを持ってどこへでも行ける、そのワクワク感が特にこだわったポイントだったようですね。デザイナーのこだわりであるギャップ感と遊び心、感じていただけましたでしょうか。隠れシルエット